千ブリ島は日本の島根県、沖諸島に属する島の一つ。県内唯一の村である、沖郡千部村の主島であり、村役場が置かれている。西の島、中野島と共に、沖諸島西部、島全3島を構成する。島後を含む沖諸島の有人島4島の中では、最も人口が少ない。2013年9月9日、沖四島として、西の島、中の島、 道後島と共に、世界ジオパークに登録される、チブリ島の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。2015年撮影の11枚を、合成作成。本土松江市、七々類港からのチブリ島を来居港への直行便は、朝の1便のみでそれ以外の便は、西五港や別府港、岸浦港を経由する。 千ブ島来挙港から本土へは、境港への直行便はあるが、七類港への直行便はなく、来挙港から沖観光、島前町村組合の島前内港線で、別府港、または、岸浦港まで渡り、フェリー、超高速線ジェットホイールに乗り換える。空路の場合は、千ブ島へは、米子北郎空港から七類港発の沖、帰船フェリー利用が最短での上陸となる。 島後の沖空港から西号港へ行き、沖基線で別府港か、菱浦港を経由して島前内港線に乗り換えることもできる。千部村に属する周辺の島々、沖ジオパークとは沖ジオパーク推進協議会。2015年1月24日閲覧。世界ジオパーク、島根、沖諸島が認定国内6地域目。毎日新聞。 h t t p 毎日 j p フィーチャーニュース2 0 1 3 9 1 0 k 0 0 0ル0 4 0 1 1 1 0 0 0 c h t m l 2015年1月24日閲覧ありがとうございます